僕の脳内ラジオ。はい。ということで、今週も、ラジオの方やっていきたいと思います。このラジオを撮ってるのは、まあ、日回って金曜日の夜中、2時半ぐらいなんですけど、まあ、このラジオが出てる頃にはね、僕のセカンドシングル、Yes, I'm 卵男の MV がね、公開されてるんで、皆さんぜひね、聞いて、感想、コメントよろしくお願いいたします。なんか、ドラマとかでよくあるね、この手紙を読んでる頃に私はこの世にはいないと思いますけど、みたいなことになってますけど。んで、まあちょっと今日はね、まあちょっと時間がなくて、まあ僕、ちょっとその、あと5時間後には家を出ないといけないんですよね。まあ7時、いや違うわ、6時間後か。7時間後や。7時間後には家を出て、まあちょっと飛行機に乗らないといけないんですけど、ラジオまだ撮ってなかったんで、なんとか撮ってあげたいんですけど、ちょっと編集がね、いつもはちょっと音声、音割れしないように頑張って編集してるんですけど、ちょっと今日はちょっと編集それできないんで、ちょっと音質とか悪いと思うんですけど、ご了承くださいということで、もう早速ね、本日のトークテーマに参りたいと思います。本日のトークテーマは、やっぱりすごかった僕のバイト先。はい。まあね、僕は今大学4年生なんですけど、まあ今はね、ちょっとまた別のところでバイトしてるんですけど、8月までかな ?7 月末まで、まあちょっとスーパーみたいなところでバイトしてまして、でまあよくこの話したことあるんですけど、まあとにかくそこがね、客層が、ね、客層が悪いというか客室が悪くて、で、まあ、この YouTube のラジオの方でも多分1回目くらいにね、こういうやばい客がいますよっていう話をしたんですけども、まあまあ、それ以外にもいっぱいありまして。でね、その、閉店するときに、まあ、閉店するっていうのをね、1ヶ月、2ヶ月前くらいにちょうど知らされて、で、ああ、閉店するんか寂しいなと思いつつ、あとそれプラス、こういうラジオをやってたら、そういうやばいお客さんと会うことで、エピソードトークみたいのが生まれて、あ、そういうエピソードトークを作る機会もちょっと減るなぁと思ってたんですよ。で、まあ5月末ぐらいに閉店するのを知ってね。けどやっぱり、その僕のお店はね、すごく客室が悪いんで、もうその2ヶ月でも全然変なお客さんいっぱい来てくれてね、いろんなエピソードを増やしてもらったんで、まあそういう話なんか今日ちょっとできたらいいなと思います。まあまず一つ目はね、クレームで、店の中で4時間文句を言い続けるおばはん。はい。まあね、このおばはんはね、もう常連って感じじゃないんですけど、一回ね、バイトの子がミスしてしまって、まあなんかそういう支払いとかって、ギフトカードとかあったりとかで、なんか結構ややこいじゃないですか。なんか、1000円分の商品券で1000円以下のもん買ったらお釣り出ませんよ、みたいなとかね。で、それでバイトの子が間違えてしまって、で、間違えたことに、後から気づいて、で、その人が帰ってから、そのお客さんが、レシートを見て気づいて戻ってこられてクレームを言い出したっていう感じなんですけど、まあね、クレーム言い出して、まあそらこっちはね、ミスしてるから謝るじゃないですか。けど謝っても謝っても、まああっちの言い分としてはわざと金を多く取ったんじゃないかってことになってね。んで、まあ店長もずっと謝ってたんですけど、もうね、店の中で4時間ずっとクレーム、そんなに言う?んで、僕はね、その当事者じゃなかったんですけど、その日バイトやったんでね、その話をずっと聞いてたらね、もうずっと同じこと言うとんねん。もう何回もリピート再生。うん。誰かにあんたリピートアフターミーって言われてんのっていうぐらいね、もうずっと同じこと。それ4時間言い続けて。その時間の方が無駄やけどと思いながらね。んで、もう拉致あかんから、そのお客さんを裏に店長とそのミスしたバイトの子と行って、もう三者面談形式で喋って、本部にも連絡してみたいなね。で、なんかね、その時にね、三者面談中にね、結構そのお客さんが怒鳴ったりとかもしてたみたいで、すっごかったんですけど、でそれがやっと終わりまして、で僕その時レジやってたんですけど、その人が戻ってきてね、レジの前から入り口通って出て行って帰るみたいなんでね、出て行くの見たらね、めっちゃ笑顔で帰ってきました。うん、何があったん?裏で。詳しく話聞いてないけど。怖すぎて怖すぎて。
うん、まあその人の情緒がねおかしいからそれで笑顔になってるのかわからんけど、もう怖くて触れられへんかった。うん、怖い。でまあね、まあもちろん他にもいろいろありまして、まあ万引きとかもねあったんすよね。僕が働いてる間は1回だけかな、その万引きで捕まったっていうのはね。でまあこれは結構前の話ではあるんですけど、なんか70代ぐらいのおじいちゃんが万引きしたみたいな。なんかね、2日連続その人万引きしてたみたいで、なんか1日目はいっぱい取っていって、で、なんかね、そのレジしてる人らは気づかんかったらしいんですけど、なんかね、レジの周りを挑発的にうろうろしてたみたいなんですよ。で、あの人変やなと思って、後で防犯カメラ見返したら万引きしてるってことが分かって、で、また次の日ね、その人が来まして、で、まあね、もう前の日に来て万引きしてるって分かってるからね、みんなもう要注意なわけですよ。もう、あいつ絶対万引きするよってなってね。で、見てたら案の定その人が万引きしまして、まあ僕その日はいなかったんですけど、店長が気づいたらしいんですよね。じゃあその店長がね、万引きやってなって捕まえようとしたら、その70代のおじいちゃんがね、走って逃げて、しかもね、途中で靴も片方脱げたんですけど、その靴すら、置いてね、走って逃げてて、で、それをまあ50代ぐらいの店長がね、走って追いかけてね、捕まえたらしいんですよね。で、まあその店長が、その月で、その店舗から移動やったんですよ。もうで最後の思い出にいい思い出できた言ってね、次の日バイト行ったら店長みんなにその防犯カメラの映像を見せてました。こうやって捕まえたねって言って、めっちゃおもろかったあれ。うん、でそのね、万引きしたから警察呼んで、その後でいろいろ話したりとかねしてね、でまあそのどういう罪になるかは詳しくは聞いてないですけど、なんかそのいろいろその店に入ったあかんというか、これから店できんだよっていうのが言われて、んで、もう私はこの店に絶対入りませんっていう署名みたいなのをしてたんですよ。で、その署名も見せてもらったんですよ、僕。で、見たらね、びっくりするぐらい字汚かったし、なんか おかしかった、字が。もう犯罪者の字してた。よくなんか死刑囚の、何々様っていう様が共通してこういう書き方するみたいなあるやん。なんかああいうのみたいに、あ、字見ただけで犯罪する人やって分かる字してたね。うん、怖すぎて。で、まあ、そんなこともありつつね。で、まあ、いろいろやばいエピソードあるんですけど、もうね、閉店のね、1週間、2週間前ぐらいに、ド級にやばいやつ、最後の思い出っていうのがあって、それがね、僕普通にレジしとったら、なんかね、明らかに目がガン決まりしてるおっちゃんがおったんですよ。もう店内に。で、僕レジで立っててね。うわ、あのおっちゃんやっぱいな顔。絶対やばい人やん。怖いな。レジしたくないなって思いながら見てたんですよ。じゃあその人がね、僕のとこレジスタスタスタって来てね。まあちょっと刺激せえへんようにね。もう怒られへんというか、なんかしてこうへんように、まあ静かにレジしとったんですよ。じゃあその人がね、なんか意外にもレジ袋お願いしますとか、言っててね、ああ、なんや、全然、その、優しい人やん、みたいな、思ってて。で、パッパッパーって、レジ終わったんですよ。で、ああ、なんや、全然、すいません。人は、見た目で判断したら、ダメって分かってたけど、やっぱダメですね、と思ってね。で、ありがとうございました、って、帰っていったんですよ。で、じゃあ僕、次の人、レジしてる間に、その人、袋詰めしとって。で、僕、次の人のレジ終わってね。で、もう僕のレジにお客さんいなくなったんですよ。じゃあ、そのさっきのその、目がん決まってるおっちゃんが、スタスタスターって僕のとこ来てね、その人がいきなり、心霊スポット一緒に行きませんって言ったんですよ。うん、僕、びっくりしすぎて、僕、一回聞き直したんですよね。じゃあ、次ね、明日、一緒に心霊スポット行きませんって言われたんですよね。もう怖くて怖くて。もうね、ちゃんと人は見た目で判断できましたね。もうね、ほんまに声出えへんかったもん。人生であんなに返答困ったの初めてかも。僕ね、こんなラジオとかやってたりとか、まあ、ラジオトークってところでライブ配信とかしてるし、まあそこでも結構ね、リスナーさんのそういうね、チャットとかに結構反応するの得意なんで、あんまり言葉に詰まることないんですけど、その時人生で一番言葉詰まったもん。もう何言ってるかわからなくて。
でも怖すぎて、で僕まあね、あ行きませんよそんなん怖いですからって言ったらね、その人がね追い打ちをかけるようにね、いやーいろんな声とか変な物音とか聞こえてきて面白いですよって言ったんですよね。うん、面白くないよ全然。いやー怖かったねあれ、ドキュかも。うん、今までのなんかそういうやばい話で、でなんかねその話をねその日バイトおった他の子らにしたんですよ。じゃあねその僕以外はその時女の子のバイトの子がおって、その子にそんなしたら、ああの人やろ知ってるって言ってね、その子曰く、あの女性のスタッフさんとか女の子のアルバイトの子とかにはなんかご飯行こうよみたいなナンパまがいのことをしてたみたいなんですけど、なんかそれはなんかまあ意味わからんけど、まあ100歩譲ってわかると、まだ気持ちはね異性をまあ好き可愛いと思って誘う気持ちはね、けどその男を心霊スポットに誘うって何、そのおっさんと僕ももう20何歳のおっさんですわ、その男を心霊スポットに誘うって何目的なの、こう殺す以外あるそれと思ってめちゃめちゃ怖かったですね。もうけどもうね、そんなバイト先が閉店してしまってね、まあ僕今は新しいバイト先でバイトしてるんですけど、まあちょっと今のバイト先はね、そういうドキュのエピソードみたいな、まあちょっとこの前あったんですけど、あんまりまだなくてね、卒業までにいろんなエピソードを作っていけたらなと思っておりますということでね、本日のラジオこれぐらいで終わりたいと思います。なんとかね、明日出せるように頑張りたいと思いますんで、皆さん今日も聞いていただいてありがとうございました。ここまで聞いてくれてる方の中でね、チャンネル登録してない方いないと思うんですけど、もしいたらね、登録の方お願いいたします。あとは高評価もよろしくお願いいたします。はい。あともうセカンドシングル、イエスタマアイムタマゴ男、それだけ一番よろしくお願いいたしますということでね、また次回お会いいたしましょう。バイチャー。 Make money people inside people inside in the sky Make money people inside people inside in the sky チャンネル登録お願いします。